県内の海に関するさまざまな話題をお届けする海と日本プロジェクト in 大分県。今回は海ポス、海の PR コンテスト in 大分をご紹介します。地元の海に人を集めることを目的にした地方創生プロジェクト海ポス。楽しい海のポスターを作って地元の海を PR する海ポスのワークショップが大分市の県立鶴崎工業高校で開催されました。自分の好きな海を、絵に描いたり写真に撮ってポスターにしようと、でより多くの人たちに来てもらおうという活動なんですけども、この過程でそういえばあの海はここが好きだな、今度こういう海に行ってみたいなっていうふうに自分が海に対しての気持ちとか再発見、これをみんなで盛り上げていこうと、ポスターコンテストという形でやってます。鶴崎工業高校の生徒さん、デザインを勉強している学生さんたちだっていうことだったので、皆さんすごく一生懸命、こだわり持って、しかもアイデアがたくさんあって、これだけアイデアをいっぱい出す高校生なかなか少ないですね。とても面白かったです。さて、どんなポスターが出来上がったのでしょうか。海といえば夏だと思うんですけど、夏だけじゃない海っていうのを伝えたくて。テーマは少年の頃を思い出すです。海だけじゃなくて大分にある自然をみんなに伝えたいなと思っています。佐賀の関の海をモチーフにして作ったんですけど、それの海の綺麗さとかを伝えたいと思って作りました。佐賀の関ってすごい海が近いし綺麗なので、ぜひ来てほしいなと思います。アイデアを出す時のポイントとか、どういうことを気をつけながらアイデアを出せばいいのかっていうのをすごい学べたと思います。海離れがすごく進んでいて、暑いですし、でも一方で海のプラスチック減らせみんなが思っているので、ぜひもう一度関心を持ち直して、気軽に海に行くっていう時代になるといいなと思ってます。海と日本プロジェクト、海と日本。